ちょっと狭めた。はい。ありがとうございます。その次、この隣真ん中のカメラお願いします。はい。目です。練習中の、練習している時の目ですね。なんか試合をやってるんじゃないかっていうぐらい、その一本にかける集中力が、なんか凄まじいというか、何をとっても刺激でしかないというか、やっぱり日本選手にはない機械的な動きがやっぱり全ての種目においてあるので、刺激を受けることもそうだし、どういうふうにやってるんだろうっていう知りたい部分もかなりたくさんありますね。やはり基礎の部分をものすごく中国の選手大事にしていて、リオの前までだったりだとか、グラスゴーの世界選手権、中国で行われた世界選手権なんかはすごく技を重視しているなっていうイメージがあったんですけど、そこからこうしっかり E スコアという面にシフトチェンジしている印象があって、どんなにうまくさばいている選手でも基礎の面も絶対に欠かせない練習っていうのを徹底して行っているので、そういったこう地に足つけた練習っていうのは見ててすごく学ぶものはあります。因为我觉得我们看他们的动作训练，比如说自由操啊，或者单杠什么的，因为到我们这个水平的时候，基本上看的话还是能看出很多东西的。这样的话自己去做的话，模仿力还是很比较强的，咱们就可以学习到很多东西。